美濃有馬電気軌道が開通した喜びもつかの間、まあ、終点となる駅の一つは美濃という人口3000人の関村。美濃公園が大阪府初の自然公園に指定されたとはいえ、大阪からやってくるのは秋、紅葉シーズンだけ。まあ、いかにここに人を集めるかは開業当初からの緊急課題。池田室町を皮切りに沿線の住宅販売で人口は必ず増加する。しかしそれまでは何としてでも大阪市内からご乗車願えるように新しい企画を打ち続け、必死に宣伝に努めてくれ。いや、しかし小林さん、美濃は秋には紅葉もありますし大丈夫じゃないですか。そんなことを言っているようではこの会社は潰れる。春は渓谷に新緑、夏は園芸に花火、イルミネーションと用意をしておるが、それだけではやがて先細りだ。美濃駅はな、駅前の広場で運動会があり、公会堂で芝居があり、そして山を散策しながら楽しめるという動物園があるという、一年中家族で楽しめる行楽地にしようと考えておる。しかし肝心の動物園の開園がどんどん遅れている。そうでしたね。当初は鉄道の開業と同時に動物園の開園もできればとおっしゃってましたもんね。それもただの動物園じゃない、山の地形を利用し動物園そのものが楽しみを提供できるような新しい様式の動物園だ。秋までにはどうにか間に合わせてくれ。1910年春の開業と同時に進めてきた美濃動物園建設計画。まあ現在ではこの美濃観光ホテルとなっているあたりで、甲子園 2.5 個分の敷地を買い取って、まあ、建設を急いでおりますが、なかなか思うようには進みません。必ず大量の観光客がやってくる紅葉シーズンにどうしても間に合わせたい。住む人が少ないならば住宅街を作ればよいし、訪れる人が少ないならば名所を作ればよい。既成概念にとらわれなければ明確な答えにたどり着ける。小林さん、なんとか紅葉の時期に間に合いましたね。11月1日に動物園開園できますよ。そうだな、この新しい動物園は山道の中にあるから履物の貸し出しをしよう。いいですね、お客さんに喜ばれます。それから急に雨が降ることもあるだろうから雨傘の貸し出しもしよう。いいですね、喜ばれます。また家族で来ていただきたいから乳母車の貸し出しもしよう。いいですね、喜ばれます。それに私は太っ腹だからもちろんお金はいただこう。取るんですか、そこは当たり前じゃないか。まあ、動物だけではなく動物園そのものを楽しんでいただく、まあ、そのためには様々な工夫を仕掛ける。またその楽しみの仕掛けの対価としてお金を頂戴する。まだサービス業という言葉が一般的ではない時から新しい商業の形が見えていたのかもしれません。さらに鉄道会社として初めて手荷物預かり所、これを設置いたします。まあ、どうすれば動物園もより楽しんでいただけるか、その一点に知恵を絞ります。この頃から美濃有馬電気軌道は美濃電車と名乗り始めます。小林さん、なんで美濃電車って言い始めたんですか。これじゃあ有馬の人が怒っちゃいますよ。ああそうなんだ、有馬の人が怒ってるんだ、驚きだろ。有馬、何を言ってるんですか。怒ってるってどういうことですか。ああ有馬の旅館業者の皆さんがな、有馬まで電車を通してしまうと日帰り客が増加してしまって宿泊しなくなるんじゃないかって反対してるんだ。それに山を抜けて有馬に線路を引くのは大工事になる。ひょっとすれば有馬まで延伸するのは難しいかもしれんな。有馬、お前も言わなくていいんだ。だからな、今現在は終点となっている地、宝塚を楽園にする。え、宝塚を楽園にするなんて無理ですよ。温泉街として旅館や料亭が立ち並ぶようになったのだってここ10年ぐらいでしょ。梅林ぐらいしかないじゃないですか。いや、だからどこにもない温泉もあそこに作るんだ。と言って小林が語り出したのは、広大な浴室にことごとく大理石を用いて、夜にはイルミネーションの美しい景観も楽しめる新しい温泉の姿。
まあ箕面がな、子供をきっかけに家族を巻き込み仕掛けをしていくのに対し、宝塚は女性をきっかけに家族を巻き込み集客していく。女性ですか。そうだ、女性だ。これからどんどん女性が社会で活躍していくことになる。教育だってどんどん進んでいく。そんな女性が楽しめる宝塚にしよう。だからな、化粧品会社と組んで、まあ、おしろいや美容石鹸を購入した人は電車に乗れる仕掛けをしようと思う。そんな期待をさせて、どうせ太っ腹だからお金はいただきますとか言うんでしょ。そうだ、太っ腹だからお金はいただきません。今度は取らないんですか。これは宣伝費用として後で回収できるという、時にはお得感も感じていただき、たくさんの人を集める、まずは体験してもらうというのは小林一三の得意技だったのかもしれません。またそのお得感満載の広告を打つことで、この宝塚新温泉にはたくさんの人がやってくることになります。また箕面と宝塚を1日で楽しめる回遊乗車券も販売し、家族で楽しめる周遊電車として好評を博します。小林さん、箕面も大当たりですし、宝塚はもっとすごいですね。ほら、行けますよ。いや、箕面の人工物は撤退し宝塚に集めた方がいいな。え、こんなに成功してるのにですか。いや、箕面動物園のにぎわいは一時的なものに終わるかもしれない。大阪の人は箕面には雄大な自然を求めている。人工物の楽しみは宝塚に集める方針にして、楽園にするための娯楽場宝塚新温泉パラダイスを建設しよう。宝塚新温泉パラダイス、宝塚新温泉に併設された新しい娯楽場で、まあ珍機械室、室内運動場、さらに日本で初めての屋内水泳場を作り、日本体育会の教師を招いてこの泳ぎ方を伝授、さらには毎週日曜日にはこの教師らによる模範演技が繰り広げられます。ところがこの日本で初めての屋内水泳場がとんでもない欠陥品で、小林さん、なんだ、詰めてつぎますよ。いや、僕は冷淡な方ではないと思うが、違います、宝塚です。温泉が冷たいなんてことがあるから、そうじゃなくて水泳場です。夏場なのに冷たいったら ありませんよ。5分と入ってられません。そんな、西洋では屋内水泳場は盛んなはずだが、ちゃんと一度温めてますか。水を温める、それは水泳場ではなく温泉じゃないか。そのまま入れてます。なんですって。西洋の屋内水泳場の水は一度温めて入れてるんです。なんだって。ありま、いや、ありまじゃないです、宝塚です。どうするんですか。そうだな、とりあえず水を抜いてから考えようと。日本で初めての屋内水泳場はとんでもない失敗に終わります。なれども転んでもただでは起きないこの男、この欠陥品を伝説の幕開けに変えてしまいます。屋内水泳場なんだがな、脱衣場を舞台にして水の抜いた水槽を客席に変えて少女歌劇団も作って芝居をさせよう。え、少女歌劇団、何言ってるんですか。いや、三越がな、少年音楽隊というのを始めただろう。後追いで百貨店が少年音楽隊を作るのが流行りになっている。向こうが少年ならこっちは少女だ。女性をきっかけに集客していく、宝塚にぴったりだろう。とこの冗談のような発想が後宝塚歌劇団となり、今日までの隆盛を誇るとは夢にも思いません。小林さん、宝塚少女歌劇団大成功ですね。ああ、水を温めなければならないってことを知らなくて、何か良い方法はないかと水槽を客席に、脱衣場を舞台に、急場しのぎで行った怪我の巧妙だな。小林さん、私ひょっとしたらと思ってることがあるんですがね。なんだ。最初からこの水泳場芝居小屋にして使おうと思ってたんじゃないんですか。脱衣所だって舞台に早変わりするように設計されてますし、最初からそう思ってやろうとしたとしか考えられません。いや、私の知識不足からの怪我の巧妙だ。もう頑固なんですから。この水泳場5分と入っていられなかったと小林は後に語っておりますが、翌年の夏も水泳場として使用されております。まあ、ひょっとすれば宝塚歌劇団創設の伝説として、
逆境をチャンスに変えたという、まあ、ドラマチックに脚色しているのかもしれませんし、本当にそうなのかもしれません。まあ、真偽のほどは分かりませんが、ここに日本が誇る宝塚が誕生するのであります。名所がなければ作ればよい美濃宝塚、名所創設にかける思いと対する一石の講談でありました。